しいだ。ケイムライワシ。今日はマグナムさんも誰もいない。6時ドキドキタイムスタート。電話真っ暗。6時10分そろそろかな。6時16分、1本目、左の人上がった。6時20分当たらないな。1本だけ。6時28分、右釣れたっぽい。キーさんかな。6時半やな。サロシタイム終わったかな。6時半。いや、あれは右側っぽい人やな。何？
鹿児島。おっと。よいしょ。おっと。軽く。ああ、結構よかった。動けたと思った。左も上がったな。6時31分、左なんかがあって自分のバスを食ってるめっちゃ食ってる、がっつり飲んでる。やったよ、しゃー、すっげー、ぐー丸飲み。やっぱピカピカ効くなこれ。また頭つってもだ。マイケルつってんな。よし。ああ、焦る。ああ、もうかなかった。ああ。こういう時はルアーを外す。6時36分、トラブった、弾ゲット。6時44分、右ハマチやな。5本目、リーダー、よいしょ、リボンに変えて、アマチが来たならモンスターショット、ケームラスト総積みや。まあ6本か。5本か。
小さいな。え、そっか、6時55分、キーさんかな。7時行きたくあるかな。7時8分、左の通りの人、浜地かな、6本目かな。1時行きたくあったな。7時8分やもんな。ジクトラストローピンク曇ってるからゴールドどうだ。7時半、15分、勝負だ。何やってもダメだな。バイブレーション、わあ、41分か。最後に多分ヒット、あーもう何回やるんや。よいしょ、釣れましたよ。え、釣れましたよ。珍しく佐護市な、どこでやってたんですか。あ、例の場所釣れました。今日は6本ぐらい上がってましたよ。はい、キーさんも多分ハマチかなんか釣ってましたね。佐賀市ですか。あ、そうなんですか。あ、僕はホール中でした。ホール中に来てホールして15回目のしゃくりかなんかで、昨日と同じパターンですよ。15回ずつこうやってて食ってきたら、なんかあれ、エビったんかなって最初思って、軽いからあれエビにして重いなと思って、そのまま言ったら、あ、サゴシやったみたいな。サゴ硬すぎてサゴシやったら分かれへんすわ。やば、軽いっすわ。今日僕ゴリ巻きしてるから、もう来たら向こうなんて。今日も渋いですね。木曜日何やったんですよね。珍しくけどこれで4連勝ですよ。珍しく。昨日は結局エトが2本釣れた時。あ、連勝止まりました。よかったですね、ハマチね。もう引きハマチの方が絶対ですわ。ね、向こうもなんか多分はすっごいバトルしてましたよ。やっぱり引きはハマチ、アジサゴシですよね。それは言いたかったんですけど。うん、気持ちいいですよね。こいつほんま引けへんかった。ちょっとちっちゃい。全然ちゃいますね。昨日エールギリギリやったから早めに竿しまいましたよ。
ーなったなってもた。早く上がったつもりが、今日は誰もいてないわ思って一人で釣ってましたよ。今日は朝寒かったわ。こっちも寒かったですよ。はいはい、僕4時半に着いたんですよ。こんな早く来るんちゃうかったっていうぐらい空いてましたよ。ガラガラ、車止まってなかったっすもん。僕1台だけやったでしょ。まだ2台は止めてた。僕いた時誰も止めてなかったです。早起きすぎたって思いました。お疲れ様です。一本上がってましたね。遠いから分からへんな思ったけど、黄色い長靴見えたから。おお、いいじゃないですか。めっちゃいいじゃないですか。ああ、エビったんかなと思って、全然あだ引き長いから、そのままずーっと巻いてたら、あ、サゴシか。ハマチ出た、ハマチの引き味わいたいわ。ほう、よし。あ、待て。はあ。今日6本ぐらいでしたね、僕が見た限りでは。いやー、はいはいはい、はい、おー、めっちゃ楽しいですね。はい、あ、切られたんですか。あらー、その、あ、何回もかけてきて。あー、強化リーダーなしですか。あー、やばい、35入れたら大丈夫ですよ。僕35入れてるんで、あのワンタッチで変えれるようにして。よいしょ。あ、すいません、ありがとうございます。下越し、はい、おお。僕は、あ、ありがとうございます。すまない、何、あ、壊れた。ああ、あ、いやあれ、いや、バネがあれですね。もう分かんな、これでよう落とすんですよ。ポト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 ってバケツの中に釣りすぎちゃいます。僕これですよ。ちょっと安いピッカピッカなだけで、どれだかな、すごいな、これ、こいつがもう坊主なしですわ。お、毎回ジグパラ、ジグパラっぽいけど、ちゃうな、ジグパラじゃないです。なんか見たことないようなやつで、パッて見た時にこれいけんちゃんとか思って、これが土曜日から連続ヒットです。へー、こんな色持ってるわ、ジグパラなんて。はいはいはい、ありますよね、ジグパラ、ね、絶対ピカピカ食うわと思ってたら、これでなぜかサゴシが連続ですね。モンスターショット今日は効かなかったですね。あかんかったですか。はい、あのハマチが隣で上がったのを見て、これはそうそうハマチタイムと思って、はぁ、あ、エール間に合え。今日水曜日でしょ、明後日最終回なんで。そうそうそう、55ぐらいかな、昨日より細いわ。昨日、嫁さんに言われましたよ、動画見て、あんたお金なんぼ使うてんあの、リオン娯楽したっていうのでドキッてやっぱ55か、54ぐらいか。餌と一緒が安いんちゃーんって言うから、いや、あれ
サビキ500円いるでって言って、うん、毎日500円より安いよって言ってなんとかごまかしましたけど。はい、30円これ1匹30円なくさんだったら正すもんね、ほぼね、そうですよ、まだこれ ね、 ねサゴシがねおらんかったらそんな切られないんですけどね、あれ切られんのが痛いわほんまに。こいつけど丸飲みしてましたよ、ルアー口の中入ってましたよ、はい、久々に丸飲みされた。ああ、もうキンキンに冷やして。はい。してますよ。コリコリっすよ。はい。やっぱり持って帰り方かな。一番いいのはビニール袋に完全に包んで水入らへんようにして氷水でガシッて締めるのがいいらしいです。せっかく血抜きしたところに海水入るらしいんですよ。なるほど、はあ、けど僕そういうのめんどくさいし気にしてないんでもうドバッてつけて、まあ、2日置いてもコリコリしてますよ、うん、もう帰ってすぐさばきます。いや2日目ほんまやな、はい、1日目より2日目の方があの嫁さん敏感なんですよ、あの血生臭いとか。ほんで最初は初日にさばいてたけど美味しいけど、うん、なんか脂乗ってないなみたいな感じで、ほんで、まあ、2日置いてみようかって言って2日置いてやったら全然臭ないけどごっつい脂乗ってうまいって言って、それで身コリコリしてる。そうそう、コリコリしてます、うん、背中の方が、背中の方が、そうね、でもしなしなになってしまうと、ね、背中の方がコリコリしてて腹の方はもう脂のとろとろもうスッスッない、こう包丁入る感じで、持って帰り方もね、本当ですね、もう直接氷当てたら分かります、あかんね、言いますもんね、はあ、気にしてないですけど。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。今から本番でしょ。今から本番でしょ、向こう。